今日はですね、ギターを発奏する際の梱包方法をお送りします。前回の動画では箱を使っての梱包方法を紹介しました。まだ見てないよという方はぜひご覧いただければと思います。今回は箱がない、ではどうやって送ればいいのという方もいらっしゃると思います。そんな方はですね、エアパッキンを巻いた梱包方法というのがあります。当店では箱を使った発送やこういったエアパッキンを巻いた発送をしておりますけども、このエアパッキンでも事故なしで発送することができます。ギターを発送する際はですね、この動画を見ていただければ事故がなくなりますので、ご活用していただければと思います。では行ってみましょう。ではまずギターの中身を梱包していきます。弦は1音から2音ぐらい緩めといてください。まずですね、このヘッドの空洞のところがあるので、ここにですね、こういった紙またはエアパッキン、新聞紙でもいいです、詰めます。適当な大きさに切りまして、切っていきまして、ここのお尻の部分ですね、ここに挟んであげます。はい、よいしょ。やっぱこれをやる目的はですね、ギターを万が一ですね、ドーンと落としてしまった時に、まあ、衝撃を少しでも和らげるようにということで、ここにエアパッキンを、挟んであげます。まあ、ただしですね、この塗装面にこのエアパッキン の跡がついてしまうという話も一部聞いたことあります。まあ、今までオットリーヤではですね、まあ、数百本のギターを発送してますけども、今までそういったこと事例はありませんが、もし気になるという方がいらっしゃいましたらですね、まあ、控えてもいいんじゃないかなと思います。あとそのこれエアパッキンを引くことによってケースの蓋が閉まらなくなるということもあります。そういったモデルはしなくていいと思います。あとはこのネックヒールのあたりの隙間にもエアパッキンを埋めていきます、いいですね。あとヘッドの周りですね、ここにこのぐらいに折ってここに巻いていきます。よいしょ。中身はこんな感じで完成しました。よし、OK です。ではですね、次はですね、ギターを巻いていくこのエアパッキンを切るんですけども、切る長さはですね、大体ギターのケースプラス、20センチぐらい、1m20×2、2m40ぐらいの長さを切ります。これも大体いいです、はい、大体このぐらいが 1m20 です。それをもう一発ですね、このぐらいですね。でこの 2m40 ぐらいで切っていきます。ダダダダダと、はい、切りました。でこれを2つに折って、よし、こんな感じですね。2つに折って、まずギターを下向きに一度やります。で取っ手の部分、養生テープを動かないように固定します。ではエアパッキンで包んでいきます。まずはこのヘッドの部分を巻いていく感じですね。こうした感じです。はい。よし。こうした段階でここをまず止めます。これはちょっと私のこだわりなんですけど、ここガムテープとかで貼る方いらっしゃるんですけど、ガムテープだとすごく見栄えが良くないんですよ。なので私は必ずこの透明のセロテープを貼っていきます。次はお尻の部分ですね。
こういった感じですね。続いてヘッドです。これを起こしてさらにキュッとこんな感じですね、そして止めていきます。ではこの先端の部分を貼っていきます。よいしょ。貼れました。ここの部分ですね、今空いてるということと、あと、これをですね、まあ、落としてしまったりとかドンとした時の衝撃を和らげるためにここにですね、あの補強をしていきます。このぐらいで切ったものを折りまして、よいしょ、こんな感じにしますね。これをここに貼っていきます。よいしょ。下の部分はこんな感じで OK です。では次は先端の方やっていきます。まずこのぐらいのものをちょっと正方形な感じでやっていただいて、ヘッドの部分に巻いていきます。よいしょ。はい、ということで完成しました。
ここを巻いた理由はですね、倒してしまった時にこのヘッドを守るためにここはもう一重巻いたという感じです。という感じで下も補強して上も補強する、これ大事になります。はい、ギター用の箱がないという方はこういった形でエアパッキンを巻いてもですね、しっかりと事故なしで発送することができますので、ぜひご活用してみてください。といった感じでこのチャンネルではギター紹介の他にもこういった役に立つ情報もバンバン配信してきますので、ぜひですねチャンネル登録していただければと思います。今日の動画面白かったなという方はぜひいいねの高評価ボタン、チャンネル登録もポチッとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。本日もご来店ありがとうございました。